2012から2013シーズンの NBA は NBA の67回目のシーズンである。ドラフトではアンソニー・デイビスがニューオーリンズ・ホーネッツから全体1位指名を受けた。他にはブラッドリー・ビール、ディオン・ウェイターズ、デーミアン・ディラード、ハリソン・バーンズ、テレンス・ロス、アンドレ・ドラモンド、オースティン・リバース、ジェレミー・イラム、ケンドール・マーシャル、エヴァン・フォーニエ、ジャレット・サリンジャー、 トニー・ローテン、ドレーモンド・グリーン、クリス・ミドルトン、ウィルバートンなどが指名を受けている。オールスターには、A ・デビス、B ・ビール、D ・リラード、A ・ドラモンド、D ・グリーン、K ・ミドルトンの6人が選出されている。詳細は2012年の NBA ドラフトを参照オーランドマジックのフランチャイズプレイヤーであった、ドワイト・ハワードが、ロサンゼルス・レイカーズに移籍、レイカーズのアンドリュー・バイナムが、 フィラデルフィアセブンティ・シクサーズに移籍した。レイカーズは、フェニックス・サンズのフランチャイズプレイヤーであった、スティーブ・ナッシュも獲得した。シーズン中のトレード期限間近に、オクラホマシティ・サンダーのジェームズ・ハーデンらと、ヒューストン・ドケッツのケビン・マーティンらのトレードが成立した。DR= ディビジョン順位、CR= カンファレンス順位、PCT= 勝率 Z= 全体で、 ホームコートアドバンテージ X イコールカンファレンスで、ホームコートアドバンテージこの年のオールスターのファン投票より、センター1人、フォワード2人、ガード2人を選ぶ方法から、フロントコート3名、ガード2名を選ぶ方法に変更された。ディビジョン優勝フットジシリーズ勝利者対ホームコート、アドバンテージニュージャージーネッツがブルックリンに移転し、ブルックリンネッツと解消した。 11月1日のニューヨークニックスとの試合が開幕戦の予定であったがハリケーンサンディの影響により同試合は11月26日に延期された12月5日の試合でコービー・ブライアントが史上5人目の通算3万得点を達成したコービーは3月30日の試合でウィルト・チェンバレンの記録を抜き歴代4位の得点となった十二月十一日の試合で デンバーナゲッツは3ポイントシュート22本をすべて失敗した。それまでの NBA 記録は20本すべて失敗であった。1月8日の試合でスティーブ・ナッシュが史上5人目の1万アシストを達成した。1月18日、ロサンゼルス・レイカーズのジェリーバスオーナーが80歳で亡くなった。3月22日、グレッグポポビッチがジェリースローンに次いで、 史上二人目となる同一チームでの900勝を達成した。4月16日に予定されていたボストンセルティックスとインディアナペーサーズの試合はボストンマラソン爆弾テロ事件のため中止となった。両チームともプレーオフ絶望となったことも中止の理由である。全チームが同一試合数を終えなかったのは1954から55シーズン以来58年ぶりのことであった。 ありがとうございます。